岡田和親の倒し方を教えてください。岡田和親はイージーだろ。なんか、試合終わったらさ、岡田和親試合終わってさ、なんか勝ったらさ、だいたいこうコーナーポストが残って、こんなだろ。こんなだろ。こんななって、入場したりとかしたこんなになって、こんなコーナーポスト乗ったらだいたいこうだろ。で、金降ってくるんだろ。わーっつって、わーっつって。何してんだろ、つって。後ろから近づいて何してんだろ、なんだこれっつって。後ろからこうガッて、そのままジャンプ、ドーンっつって。ガッて掴んで上からドーンっつってもジャーマンだよな、もう。でもジャーマンでも立ち上がってくっかんないやつな。やっぱプロレスラーでやっぱりダメージ強いからさ。うん、やっぱり基本的にサバンナで後遺症をぶつけ続けるっていうのが一番、うん、確率は高いだろうな。勝ちたかったら登録しとけ。